さあ、やってまいりました。11月5日木曜日、ハロウィンが終わったと思ったら、早くもクリスマスのイルミネーションが輝く季節。ご機嫌いかがでしょうか？あなたの清水ミチコです。そして、お相手は、ひったくりか犯をネタにすることはあっても、捕まえることは絶対にない、この二人です。ナイツです。ナイツです。チョコレートプラネットの。すごいですよね。長田くんが。はい。ひったくり犯を捕まえた。大手柄ですよ。ね。走り幅跳びの選手だったみたいですね。もともと。もうものすごいバネが。あるので自信があったんだ、ね、そうなんだ、うん、すごいですね。体格もいいです、ね、あの男捕まえてっていうのを聞いたと同時にも女の人の声を聞いてすぐに行ったっていう。で一人の方はなんか凍りついて、はい、えってなって、うん、その気持ちもちょっとわかるよね。あ、そうですね。相方がですか？相方が一緒にいたのかな。一緒にいた後輩がいたっていう。後輩がいたんですね。うんうん、でもそっちわかるよね。すぐに体がすぐにっていうのが偉いよね。ちょっとやっぱり怖いっていう気持ちの方が強くなりそうですね。万が一あと巻き込まれる、うん、我が身を守るね。そうなんだよね。先に出ちゃうけれども、そこをさ、うん、いやチョコレートプラネット、チョコレートプラネットの、あの、おさらくんじゃない方いるじゃないですか、ちっちゃい。松尾くん。あの子は、松尾くんは、うん、クリスタルキングのボーカルとの親戚っていう、ね。今いらなくないですか？捕まえなかった方でしょ。声高いんですよ、全然いらない情報です。いや、そうです、ね。いらないですか？時々噛み合わないんだけど、どうしたらいいのかな。そうですね。チョコレートプラネットって言ったら、もうそれが我慢できなかったんで、はい、その情報、ね。どうしてもいらないんですか、大都会を。はい。独演会ゲストに来ますか、ね、独演会ゲストで。我々の。はい、あ、びっくりしました。この間、TBS 聞いたんですけど。はい。あ、はい。なんか、中学校の話とかしてないんだね。当たり前じゃないですか。当たり前。するかとか、何なんですか、その態度。出水アナウンサーが中ばっかのふりしてくるわけですよ。どんどん次行くんだね。A さんの後の昨日の営業でさとか、そういう話は全然あんまり。割とそうなんですよね。4時間あるけれども、こう、そうか、ギュッとしてて、あれなんですよ。はい、そうなんだね。ありがたい、ね、ありがたいことにね。ありがたいことに言って、ね、意味分からないですけど、ね、聞いていただきました。ありがとうございます。はい、今週のナイツは市川で営業したり。はい、なんか津田沼神社っていう、市川の後に。二宮神社ね、津田沼の、ね。津田沼の二宮神社っていう神社のお祭りの仕事がありまして、うんうん、これがですね、七年祭りっていう祭りで、七年祭りなんですけど、6年に1回やってる祭りなんですよ。ほう、不思議な名前。で、僕らも6年前に、うん、出てるんですね。ほう、二宮神社。二宮神社の祭り。それで、なんか、記憶って本当曖昧だなと思ったのが、うん、その12年前にも僕ら、出てたんです。ほんとよっぽど気に入られたね。はい、マセキがやってる仕事で、その昔ちゃんなんちゃんさんも行ってたらしいんですよ、神社に。うん、で僕ら12年前に多分コンビ組んで2年目ぐらいの時に行ってて、うん、でその時に山田隆夫さん、商店の座布団運びの、うん、と一緒だったんですよ、うん、で山田隆夫さんがその時になんか落語とかやったり、うん、ちょっと楽屋で、うん、こう結構山田隆夫さんが楽屋でずっと酒飲んでて、うん、ちょっとこう絡んできて、軽く宴会みたいな、ね、軽く宴会になってて、待ち時間長いから、その結構記憶がすごい強くて、うん、でみんなその記憶が6年前の、うん、神社の時に、うん、二宮神社ね、山田隆夫さんいたよねってみんなが言ってたんですよ、うんうん、それが12年前やったから、ね、そうだね、6年前だと思ってた、そうだから場所も一緒だしね、メンバーも似たようなもんだし、だから山田隆夫さんのその、なんつうの、酒の飲んでて、色黒で、高座で滑ってる姿が未だに。余計なこと言わないのやめてもらっていいですか？インパクトが。余計な情報。ディスりがちですよ、最近。お願いしますよ。ディスりがち。山田隆夫さんディスりがちですよ。あるある。気をつけない。商店あるある。商店あるあるじゃないよ。あるあるになっちゃダメでしょ、滑ってんの。いや、だから、また6年後に行った時も、この前6年前山田隆夫さんいたよねって俺言うんじゃないかなっていうぐらい、なんか18年前前なのに酒飲んでたよねって。なるほどね。でもさ、私神社でそういう仕事って見たことないんですけど、そんなのありますか？いや、僕らも未だに、うん、まあ、もうそれぐらいですよ、ね、本当にその二宮神社ぐらいですね、うん、思いっきり、そのなんていうんですか、珍しいね、めちゃめちゃ人がいるんですよ、もう、あ、もうじゃあ楽しみにして来てくださってんの、はい、すごい人でしたね。なんか、なんていうの、神社のやりたい方向とアンチな感じするけどね。なんていうの、お笑いって。そうですね。うん、でも、なんか、その、おみこしが通ったりするんですよね。そうそう、うん、はぁ、じゃあ騙されてるわけじゃないですね。いや、じゃあ、やらせじゃないですね。どんなドッキリちゃんとした園芸祭りですね。で、そうなんだ、すごいね。じゃありませんでしたじゃないですから。しかもなんか、浅草公会堂で M1 グランプリ。はい、
あ、準々決勝。そうですね。そうなんですよ。すごいじゃないですか。準々決勝まで行ってるんですよ、うん、今、我々、まあ。あと、残すは準決勝と。決勝なんですけどね。12月6日の決勝という。今、すごいなんかあれだね、じゃあ、なんていうの、嫌な気持ちだよね。そうなんですよ。どうなるんだ、俺たちっていう。予選って嫌ですね。ピリピリしますね。緊張してるし、で、うん、独演会もあるじゃないですか。うん、M1 のこと考えなきゃいけないんですけど、なんかね、やっぱ本当に参加しなきゃよかったなと思って。どっち？ M1。やる気が重くなるなら、はい、もう後に引けないですからね、もうこれは。なんか本当は白髪がすげえ増えそうな気がする。なんでこんなことやんなきゃいけないんだと思って。話すネタ作るから。私も初の一人武道館の時そうだった。やるやるとは言ったらいいけど、ね、ちょっと白髪増えるんちゃう。本番が近づくにつれて、やらなきゃよかったってなる。そうですね。でも清水さんも、うん、その今一人フェスでツアー回ってる中で。そうなんですよ。あの、お手紙いただいてますよ。お、ありがとうございます。はい、うん、ペンネーム。何県？札幌市の、うん、お、ありがとうございます。耳すましさん、はい、清水さん、札幌の一人フェス行きました。すごい。作曲法やメドレーなど、大変楽しかったですし、嬉しい。最後の矢野さんや清志郎さんのモノマネ、鳥肌ものでした。一人フェスというだけに通常のライブより何倍も楽しめたように思います。またみっちゃんのライブはいつもリクエストを聞いてくださいますが、今回は私の浅田美代子リクエストを聞いていただいて大変感激しました。ただ後からよく考えると、どうせなら中ばっかにしたらよかったと思いましたということで。すごいリスナーでもあるんだ。中ばっかりしたらやら中ばっかりリクエストしたらすごかったですね。いやいや、俺のもん、俺のもん、私のもん。病気でさ、喉もらいってあるじゃん、はい、なんか映ったみたいなね、中ばっか聞いたことないよ、喉もらいってもろもろいみたいな感染症みたいな。もろもろい。迷惑してます。中ばっかが取れて。病気とか言われると俺わかんないんで。欲しいって言ってたでしょ。喉もろい。6000円でくれって言って。6000円だっけ？はい。6000円っす。6000円で買ったんでしょうかね。その代わりにでもあげたからね。先週の放送でね。何もらいましたっけ？ラサ。うん。ニコル？違いますよ。借金のカバラ金。いや、いらねえよ。できねえ、できねえ。めっちゃ気持ち決まるのに、あと今年中だしね、やっぱり。そうですね、過払い金がもうすぐ終わっちゃいますからね。そうでした、ニコル、ニコルだ、ニコルですよ、本当に。それではそろそろ行きましょうか。つみニコルです。つみニコル。ミックスにちゃった。勝手に変えないでニコルさんを稽古一問に入れないでください、勝手にね。だから、タピオカでめくってるのってやつですよ。どっちじゃねえよ。完全にニコルだよ。17歳の方だよ。稽古してもらってないから。90年と違うわ。どこで怒ってる。完全にニコルだよとかって言わないでしょ、17歳の方だよ。おかしいでしょ。はい、私はね、完全にニコルだよ。完全にニコルだよ。これ本当にどっちか分かんなくなった。私ニコルだよって言わないからニコルは。シャミさん持ってきたよ。それでわかるよ。ニコルシャミで弾かないよ。ドドイツ歌わないよニコルは。何すかそれ。それではそろそろ参りましょう。はい、はい、ナンパ合コンからお見合いまであなたの出会いを大募集。清水美智子とナイツのラジオビバリーヒルズ。清水美智ちゃんとナイツ花輪信之と土屋信之のラジオビバリーヒルズ。今日の音楽道場予備のテーマはお見合い合コン出会いリクエスト。おかけしのぶです。11月10日からコンサートがあります。稽古師匠もいい出会いがあるんじゃないですか。あのね、見に行きたいですけどね。まあ、そんなことよりラグビーのワールドカップの決勝すごかったですよね。黒軍が黄色軍よりも頭がいいね。黒軍。今日も11時半から生放送です。ラジオビバリーヒルズ。毎週木曜日のお相手は清水美智子です。そして本日のお相手はこちら。ナイツです。お願いします。毎週木曜日のお昼はこのコーナー。音楽道場破り。というわけで今週のリクエストテーマは11月5日はいいご縁の日ということで出会いリクエストでございます、うん、リクエストが採用された方には漏れなくニュータッチの凄麺仙台辛味噌ラーメン1ケースをプレゼントします。商品の紹介ナイツお願いします。どうもよろしくお願いします。さあ今日ご紹介するのは今週のニュータッチからのプレゼント、うん、凄麺シリーズの大人気商品ニュータッチ凄麺仙台辛味噌ラーメンです、うん、どんなに人気かといえばね、この間も寄席の楽屋で先代からラーメンは味噌が一番だと教わったとね、林家菊蔵師匠がおっしゃってました、ね、いやその先代じゃないよ、で菊蔵師匠から何教わってんだよ。先代辛味噌ラーメンですからね、はいはい、うん、全国的にも名高い先代味噌、その長期熟成させた味噌感の強い先代味噌を 100% 使用。先代といえば伊達政宗、伊達政宗といえば独眼流の渡辺謙さんが有名ですけどね、うん、
どうやら仙台ならぬバリ島で長期熟成しているみたいですね。いや、あの結婚式のね、俺参加した帰りに火山の噴火で足止め食らってるだけですから、長期熟成じゃないです、それは。バリ島で結婚式ってね、あの神田うの夫妻もね、あげましたからね。うん、そう、神田うのさんはね、なぜか同じ相手と5回結婚してるんですけども、うん、5回結婚式をあげてる、趣味が結婚式って言って、この間バリ島に行きましたけども、とにかくニュータッチ凄麺、仙台辛味噌ラーメンは、豆板醤と赤唐辛子、そして、ホア醤で専門店のような風味豊かでコクとしびれるような辛さを合わせ持つスープに仕上げました、はい、もちろん仙台辛味噌ラーメンの麺は凄麺シリーズ、自慢の太めのノンフライ麺を使用し、表面はツルツル、中はもちもちとした食感で辛味噌スープによく絡み、相性抜群です。やっぱ表面的にはニコニコしている芸能人カップルが多い中ね、渡辺謙夫妻はバリ島の火山のような熱々に相性抜群ですね。また渡辺謙さんの話題ですか、うん、具材はもやしと人参、ネギにキャベツのシャキシャキ感が絶妙。ニュータッチ凄麺仙台辛味噌ラーメンは一度食べたら忘れられない癖になる美味しさです。渡辺謙さんも奥さんと同様仙台辛味噌ラーメンを大事にしているようですよ。いや、なんで奥さんと一緒なんですかね。奥さんと同じく、うん、家宝にしてるみたいですね。うまい、どうもありがとうございました。いつもは東洋館の告知なんですけど、急にね、渡辺謙さん一緒になりましたね。何ですかね、村がありますね。物件です、渡辺謙物件の。いや、ないよ、そんなの。何なんですか、それ。いい話持っていましたみたいな言ってた。意味がわかんない。スポンサーみたいに言うの。一枚目は、はい、ペンネームのんのんちゃんからいただきました。豊島区の主婦の方です。社会人になって上司として出会った課長、うん、まさに顔がラッキョウの形です。陰でラッキョウと呼ばれていて、私も陰ではラッキョウと呼んでいたのですが、退職してしばらくしてなんとテーマパークで再会、課長はご家族でやっていましやってきていましたが、お子さんの女の子はラッキョウの形をしていました。やめなさいよ。思わずラッキョウと叫んだ私、だって名前覚えていないんだもん。だもんじゃないですよ。上司、元上司の人は。本当、ダメですよ、本当。ラッキョウって言っちゃダメですよね。言葉が裸ではダメですよね、本当に。そうですよ。ラッキョウに似てる。でも何回も同じ人とか会っても、なんか顔、あ、名前が今更聞かなくて分かんない人っていますよね。いる。ね、なんか僕、どうしてる？学生時代の先生で、肥やし、肥やしってすげえ、あの、生徒からいじられてた先生いたんですよ。随分な。肥やし、肥やしって。ひどい。そう、その人の名前忘れてたんですけど、この間その、アルバム見たら小林だったんですよね。あ、そうなんだ。バーム見たんだ。そっから語源になってるのに、もう小林を忘れてましたからね。肥やし、肥やし。ヒントはこんだけあるのに。そう4分の3ヒントなのに。そうな。学校の先生そうなんだよね。あだ名で覚えてる。あだ名で覚えてる。結構いますよね。そうかね。うん、国士舘大学出た先生、国士って言って。結局最後まで名前分かんなかった。国士っていう顔と名前で覚えてますから。うん、そうか、なんか昔の先生ってさ、体罰あったりとかして厳しいイメージもあったけど、そういう生徒からのあれもすごかったのかね。その分愛されてたのかも。そうだね、密だったのかもね。の仲間が。この方のリクエストです。ルクプルで、日だまりの歌。